の一つコスプレなのかとてもキュートね。キュートだなんて、そんな。どうしてそんなに悲しそうなの？あなたはとても可愛いんだから、もっと自信を持つべきよ。ルカ、お前の望みを聞こう。ハイパーアクロバティックな会話のつなげ方だな。聞け、ルカ子。思考は具象化する。そしてこの日本は言霊の国。一旦舌に乗せた言葉には力が宿る。お前も晴れてオタク世界の住人となった今、はっきり望みを言葉に出しておくべきだ。そうすればこの地の混沌がシュタインズゲートの選択に影響を及ぼし、お前を後押しする。僕の願いですか？恥ずべきことは何もない。堂々と宣誓するのだ。そりゃ世界を混沌にうんたらとか言ってるバカに比べれば、どんな願い事も恥ずかしくはないわな。そこの助手、人の望みを笑うとは品性が知れるぞ。ラボを埋め尽くすことと、ルカ君にコスを着てもらうこと。マユリには聞いていない。マユシーのお願いもシュタインザゲートに後押ししてほしいよ。シュタインザゲートって、その間違い方神レベルだろう。なんかそこはかとなくインモラルな香りが。
待て、ちょっと待って、彼女は何を言ってるの？我が助手よ。いや、クリスティーナよ。助手でもクリスティーナでもないと言っとろうが。お前は決定的な間違いを犯している。間違い？わからないか、クリスティーナ。わからないだろうな。それはお前の目が邪念で曇っているからに他ならない。どういうことよ。ならば教えよう。お前はここにいるルカコのことを痛い気で気弱そうな女の子と言ったが、こいつは女の子ではない、男だ。何の冗談だそれ。冗談も何もアカシックレコードにも明記してある揺らぐことなき真実だ。これは釣られてもいいネタ？え？え？え？漆原さん、岡部の言ってることは本当なの？はい、僕男です。嘘だ、こんな可愛い子が男の子のはずが。いや、逆、それを言うならこんな可愛い子が女の子のはずがないだし。そういう意味で言ったんじゃなくて。ルカコよ、ありのままのお前でいればいいのだ。俺たちは男だろうが女だろうがお前を否定しない。同時にお前の望みもまた、俺たちは否定しない。いちいち俺たちって言い直さなくてもよくね。あたふたしているな、クリスティーナ。自分よりずっと女の子らしい男がいたことがそれほどショックか？認めるわ、私は彼女、じゃなくて彼に比べれば乱暴な言葉遣いだし、態度も悪いし、可愛げもない。これってショックで3日は寝込むレベルよ。クリスちゃんも可愛いよ。フォローはいらない、ますます惨めになるから。己の欠点を顧みることができる人間はいずれ強くなる。クリスティーナよ、お前もいずれ立派な女性になれるだろう。今はまだ若いだけだ。あんたに説教されるいわれはないぞ。前言撤回だ。己の欠点すら顧みようとしないとは器の小さいやつめ。うるさい、あんたが言うな。ごめんなさい、変なこと言ったせいで。さて、僕の愛用のデジカメはと。おもむろに撮影会の準備を始めるな、変態。先生、ローアングラーになりたいです。しかしルカコよ、その望みどこまで本気なのか。
めたら女の子になっていたみたいな、そういうのが憧れなんです。夢見すぎですよね。聞いたことがあるんだけど、解説セリフ来た。これお肉をたくさん食べれば男の子を、野菜をたくさん食べれば女の子を産むことができるっていう俗説があるらしい。ソースは民命処方？インターネットで見た。そういう返しをするとお主やるな。何のこと？知らなかった。じゃあマユシーのママもクリスちゃんのママもたくさんお野菜食べたんだね。マユシーはジューシーから揚げナンバーワンばっかり食べてるから、将来子供を産むときは男の子なのかな。ねえねえ、バナナはお野菜に含まれると思う？それなら狩猟で暮らしていた原始人たちはどうなるんだ。彼らはおのずと男ばかり産むことになり、男女比のバランスが偏ってしまうではないか。そうなれば人類がここまで繁栄できていたかも怪しい。別にそれが正しいって言ってるわけじゃない。なんとなく思い出しただけよ。いちいち噛みつかないで。俺は噛みついてなどいない。クリスティーナ、その説検証してみる気はないか？どういうこと？思い出せ。俺たちの手には電話レンジカッコ仮があるではないか。電話レンジちゃん、チーンってしたら男の子か女の子かわかるの？いや、あ、そうか。ウルシブラさんのお母さんが妊娠中の時期へDメールを送るのね。いかん、野菜をもっとたくさん食べろという内容でな。やってみる価値はあると思わないか？それは今さら偽善で取り繕おうとするなよ、クリスティーナ。俺は知っているぞ。お前がマッドサイエンティストの素質を持つ実験大好きっ子だということ。誰が実験大好きっ子だ。違うのか？違わないけれども。ちょい待ち、それでもし実験が成功したらどうするん？どうするとは？だってルカシの性別がマジで変わっちゃうってことじゃん。それがルカ子の望みだろ？いや、そうだけど、もし性別が変わったらルカシが生きてきた16年間の歴史が改変されるんじゃねってこと。それについて誰が責任取る？それは、マジで言ってる？
してみたいです。どうかお願いします、師匠。マユリ、お前の意見。呼ばないとダメだね。ルカちゃんはマユシーのコス着てくれる？え、それとこれと話が。決まりだな。ならばルカ子よ、お前をラボメンナンバー006に命じる。ではレンジ、カッコカリーマ、我がラボの最重要機密事項だ。それを使う以上、お前はラボメンとならなければならない。はい。僕、このラボのメンバーにずっとなりたいって思っていたんです。そうだったの？言ってくれればよかったのに。それに僕、さっきも言ったんですけど、機械のことさっぱりわからないですし。そんなこと気にしなくていいんだよ。だってね、マユシーもさっぱりだもん。ではルカ子は今この時よりラボメンとなる。異論のある者はいないな。私、ラボメンナンバー004を返上したいので、代わりに漆原さんを004にしてあげて。却下だ。他には？はあ、ではルカ子はラボメンナンバー006となる。以後ラボに忠誠を誓い、ラボの発展のために全力を尽くせ。さて、ということで早速実験を。始まった。ルカ子は今16歳だったな。え、はい。つまり1993年生まれ。そうだよ、マユシーと同い年なので。それがどうしたの？携帯が日本で普及し始めたのはいつだ？あ、96年ぐらいっぽい。メール機能が実装されるのはさらに遅いかも。つまりルカ子の生まれた年の時点では携帯は一般化されてないということ。ルカ子の母親も持っていない可能性がある。もしそうならメールを受け取ってもらう手段が存在しないではないか。ああ、そっか。ダメなんですか？こうなったら毒電波を飛ばせるよう改造するとか。何よ、毒電波って。ちょっとヤバい人たちだけがユンユンと受信できるんだ。電波っつうか電波、特に春先によく見られる。毒されてるのはあんたの脳みそだろ。いいよ、もっと罵ってくれてオケだよ。手紙をタイムカプセルに入れて埋めるっていうのは？それじゃあ過去じゃなくて未来に行っちゃうわ。そっか。
こうなったらあれだ、ルカシが雷に打たれるとか、それで性別転換。古臭いコミックとかアニメで手垢がついてそうだけど。 D メールを使わなきゃ実験の意味ないでしょ。脱線しないで。じゃあクリスちゃんのナイスアイデアにマユシーが期待です。あ、私？私は、そうね、高速を地上倍ほど上回るロケットを開発すれば、あまりの速さに時間が逆行してとか。自分だって電話レンジのこと念頭に置いてないじゃんか。しかもこの天才少女め、今自ら相対性理論を否定したぞ。単なる冗談でしょ、本気にしないで。まったく、どいつもこいつも使えないな。だったら自称 IQ170 の灰色の脳細胞、狂気のマッドサイエンティスト鳳凰院さん、代案をどうぞ。ふん、頭の片隅でひらめきつつあるぞ。ひらめけの精神だな。思いついた。携帯がなければポケベルに送ればいいじゃない。こんにちは。お母さん、ポケベルを持ってました。よかったね、ルカ君。これで前に進めるわね。ルカシ女の子バージョンか。燃えるの確定。漆原さん、あとは過去のお母さんに向けての文章をあなた自身で考えて。え、お母ですか？自分の夢を叶えたいなら自分自身で道を切り開くがいい。俺たちがしていられるのはその露払い程度のことだけだ。わかりました。結構面倒いな。僕はてっきり831831831って打てばいいんだとばかり思っていたよ。どうして831なの？
831で野菜じゃん上皇。野菜野菜野菜ってのをルカ氏のお母様の頭にすり込めばいいのかと。そんなメッセージではいたずら扱いされるだけだ。だったらだったら292929っていうのは一応聞いてやるがどういう意味だ。肉肉肉肉肉好きにさせてどうする。違うよ、それだけ肉肉って連呼されたらね、逆にお肉見るのも嫌になって野菜を食べようって気になるかもしれないよ。あるはねえよ。こういう内容でどうでしょうか。母さん野菜をたくさん食べてね。そのまますぎじゃね。冒頭の母さんは不要だろう。余計な疑念を抱かせるだけだ。じゃあ野菜をたくさん食べると女の子を産めます。ひねりすぎるのもね。それに文字数オーバーしてるわよ。野菜食べると元気な子を産める。ちょい待ち、この変換表によると濁点も数字2個で表現しないとダメっぽい。その文章だと半角4文字オーバーする。ならば少し改変だ。野菜食うと元気な子を産めるでどうだ。言い方が下品じゃない。相手は漆原さんのお母さんでしょ。食うとの部分通じるかな。ならば代案を出してもらおうか。よし、準備万端 OK だ。いいか、起動するぞ。岡部さん、そんなに見ないでください。これは失敗か。失敗って何が？何ってお前たち揃いも揃ってボケているのか。たった今この電話レンジカッコ仮で。
いや、なんでもない。クリスティーナよ、一つ聞きたいのだが、ルカ子は今度はどんな変態的行為を考えてるんだ。あんたたち変態コンビは油断も隙もないな。変態コンビじゃねえ、僕たちは変態紳士コンビだ。どうでもいい、本当どうでもいい。ダルよ、 D メールについてどう思う？すごいような、すごくないような。すごくないと思った理由は？フェイリスタンとのライネット勝負の結果を改変できなかったお。何度かの実験で分かったが、 D メールの精度はまだ信頼できるレベルには達していない。運の要素が絡んでくるのは装置としては欠陥だ。もっと送り手側がコントロールできるようにならなければ、実用性が低いままのガラクタに終わる。確かに結果出てないよな。ロト6当てるって件はどうなったん？保留中だ。ところでつまずいていられるものか。俺は諦めたりはしない。なぜなら俺は、俺がマッドサイエンティストだからだ。言葉の意味は分からんが、とにかくすごい自信だ。あの電話レンジカッコ仮で、ゆくゆくは人間を、それも過去ばかりでなく未来にも向けて送り出すことができるように改良する。改良してみせる。いや、改良しなくてはならないのだ。それがシュタインズゲートの選択なのだからな。タイムマシーン。はっ、くっ、己フェイリス、盗み聞きとは卑劣な。何言ってるのにゃ。兵馬の声が大きすぎて店中に響き渡ってたにゃ。アイスコーヒーとアイスティーと猫マンマ、お待たせしましたにゃ。ガムシロは入れますかにゃ。断る。そんな兵馬には全部入れちゃうにゃ。脳には適度な糖分が必要にゃ。出た、これぞフェイリスタンの秘技。目を見て混ぜ混ぜだ。普通ならドリンクをこぼさないようにするだけでも大変なはずなのに、
フェイリスさんはそれを平然とやってのける。そこに痺れる、憧れる。この秘技によりフェイリスさんはメイクインにおける人気ナンバーワンメイドとして君臨しているのだ。フェイリスさん、ありがとうございます。美味しくいただきます。なんだ、何か用事か。続きを聞かせるにゃ。キョウマとダルニャ、面白そうなお話してたにゃ。タイムマシンがどうとかって。フェイリス、とっても聞きたいにゃん。極秘事項だ、部外者には明かせん。さっき店中に響き渡るぐらい大声で話してたのはどこの誰にゃだ、うん、ダルにゃ、フェイリスに教えてほしいにゃ。実はメールを過去に送れるっていうすげえマシンを作ったんだお。主に僕が。それってつまりタイムマシンってことにゃ。そういうことになるかな。タイムマシンを作ったなんてすっごいにゃ。フィーリスはダルニャンの頭の良さにキュンキュンしそうだにゃ。マジで？困ったな。うへうへ。フェイリスはタイムマシンに乗って時間旅行するのが夢なのにゃ。僕がいつか連れてってあげるよ。ダル、安請け合いするな。ところで昔から疑問だったんやけど、時間ってどんなものなのかにゃ。何？よく時間を川に例えて過去から未来に向かって流れてるとか言うにゃ。でも本当にそうなのかにゃ。もし川の流れだとして、過去と未来に挟まれた現在はどこにあるのにゃ。それは点なのか線なのか。そもそもどこからどこまでが現在なのにゃ。そういえば漠然とイメージはあるけど、真面目に考えたことはないな。現在は川の上に浮かぶ葉っぱだ。それは過去から未来へと流れに沿って動いていく。そんじゃその葉っぱに全ての人間が乗ってるって考えればいいのかにゃ。死んだら葉っぱから落ちるってことになるのにゃ。そういうことだろう。その葉っぱのある地点より川の上流は過去、下流が未来と定義できる。ふにゃー。でもその葉っぱは人間にとっての現在にゃ。というと？人間が時間に単位を作って観測してるから葉っぱは現在だってわかるにゃ。けど例えば全宇宙すべての生き物が絶滅しちゃった世界だと、現在を観測できる存在がいなくなっちゃうと思うのにゃ。その場合どこが現在になるのにゃ。神様とか宇宙の意志とかが観測するんじゃね。じゃあもしその神様が四次元的存在だとしたら、過去にも未来にも自由に生きることになるにゃ。おその神様の現在が基準になるなら、フェイリスたちの現在も過去方向に行ったり未来方向に行ったりしないとおかしいにゃ。むむむ。つまり現在は観測者の主観に委ねられると言いたいのか。
もしそうなら過去と未来も主観次第になっちゃうにゃ。もしタイムマシンでフェイリスが1週間前にタイムトラベルしたとしたら、キョウマやダルニャンの現在とフェイリスの現在は1週間ずれちゃうにゃ。そういえばそうだな。だとしたらそのズレは葉っぱだとどうやって表現するのにゃ。そもそも観測者の主観に委ねられるなら時計は関係なくなっちゃうのにゃ。楽しい時間は早く過ぎるし、辛い時は時間が過ぎるのが遅く感じるにゃ。つまり主観だと時間の流れは変動しちゃうにゃ。そういえばさ、年を取るにつれて時間の流れって早くなってるような気がするよな。ジャネの法則だな。とまあ、フェイリスはたまにそんなことを考えてるのにゃ。だから安易に時間を川の流れに例えるのはちょっと違うような気がするのにゃ。考えれば考えるほどこんがらがってきた罠。案ずるな。俺たちが開発するタイムマシンはそういう哲学的であったり物理学的考察など関係なく時空跳躍を可能にしてしまうのだな。そうだよな、ダル。そうそう、そういうこと。にゃー、開き直っちゃったにゃ。でもダルニャンたちの作ったタイムマシン、フェイリスも使ってみたいにゃ。ダメかにゃ。まあ、僕の権限ならフェイリスさんにも使わせてあげなくもないよ。本当かにゃ、約束だにゃ。ダル、勝手なことをほざくな。マユリよ、今のお前の姿はまるで内職で夜鍋しているようだぞ。夜鍋って何？夜にお鍋を食べるの？ちなみにね、マユシーはコスでお金は取らない主義なのです。趣味は趣味のままがいいもん。それにね、自分の作ったコスを誰かに着てもらうだけで幸せなんだ。将来は服飾デザイナーにでもなるのか？それは無理だよ。だったら将来の夢は何だ？ちなみに俺は世界の支配構造を打ち崩すことだ。マヨシーはとりあえずね、このラボでのんびりやっていきたいな。何？生涯ラボメン宣言か？その志の高さは買うが、このラボは採算度外視なのだ。飯は食っていけないぞ。ねえねえオカリン、ラボメン6人に。思ってもなかったよ。